はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット、ですね、いよいよ首位の佐世保ドックス戦です。佐世保ドックスとはですね、まあほぼフルメンバーで挑んでまして、今まで、勝利引き分け勝利なんで、今年に限っては2勝1敗1引き分け。はい。1勝、2勝1引き分けか。いっぱいはないです。2勝1引き分け。なんで、まあ、フルメンバーで挑めば優位に立ってるぐらいなのかなとは思います。これが下関フォーチュンですね。あ、下関フォーチュンか。さ、これが佐世保ドックスで、N1 からは降格組ですね。安定した試合を見せていて、佐世保ドックスは、クラワンカリバーズと富山ミラージュに2敗している以外はみんな勝ち越してるんですよね。他負けてんのはキャッツ、アイズのみ。で、クラワンカリバーズと富山ミラージュしかやらないんで、他の、4チームについては負けがない。というような、やはり安定したチーム力を誇っているチームです。ちなみに佐世保ドックス、ご覧の通り。いろいろタイプがついてますよね。まあ D、E がなくて D 以上強い。A も結構多いですからね。A、B も。どんなタイプのチームなんだろうな。まあバランスタイプですよね。ポジションで見てみよう。どっちかといえば守備タイプのチームなのかな。まあ、それぞれ役割がついているのはなかなか強いですね。中盤も強い。中盤に S の選手が偏ってたり、ゴールキーパーがいったりするんで、中盤つないで、かつ、シュートは止めるという、まあ、なかなか点を取るには厳しいチームだなっていうのは感じます。セブドックスは日本柳が10本ですね。これがもうエースって考えていいと思います。次がニーズはミッドギルダーですが、攻撃的な攻めを見せてますね。ここ最近台頭してきている。一方フォワードの大内山はちょっとアシストも多いんで減ってきてますね。疲れも目立ってるっていうのは気になるところではあります。さあ、試合やっていきましょう。ホランドタープか。まあ基本は変わらずですよね。羽生田がこうで、羽生田の代わりにミオを入れよう。サツキかな。サツキと羽生田。萌えはそれほどではない。節子は？節子じゃちょっと足りない。彩香いいですよね。広田を美穂の代わりに入れる。美穂を鬼丸を代わりに入れる。こんな感じですかね。エリカかな。ユーナはちょっと身を取るんでね。
とイエローカード2つ持ってるやっぱり選手もいるんで、なかなか満身創痍ではありますが、ここはしっかり勝っていければいいなと思います。マークはチャンスメーカーを潰そう。あえてこれ今回バランスでいきます。今ねカードをもらうために、強化カードをもらうために攻撃の方がもらいやすいっていうのを聞いてたんで、攻撃で行ってたんですが、あえてここはバランスでいきます。こんなメンバーですね。試合開始。こちらホームなんですよね。なので、こちらの方の勝率はダントツで多いんだ。これは意外。やっぱり、チームのパラメータ、選手のパラメーターも見て、判断されるんですかね。順位は下なんですが、こちらの方の勝率が 48% と、高く思われてます。おっと、なあ、これ最後もチャンス。ここは、潜り込めない。逆にちょっと相手が速攻なんでピンチです。ニーズマンスピードについていけない。そして、これはうまい。日本柳の攻撃を防ぎました。ミオから逆サイド、奈々子へ。さらに、緑、先取点。今日煎じるシュートです。先制点。奈々子が、ふわっと上げて、頭でこう合わせる。見事すぎますよね。さあ、まずは緑が先制しました。クランカリバーズが、先制点です。さて、この後気をつけないと。さあ、上に上がって一度、ここら辺も落ち着いてますよね。しかし、ニーズは、もうニーズは気をつけないといけない。1対1になった。ひよたが拾って奈々子へ。さあ、中へ藤原が行って、さあ、幸子。一気にロングシュート。さあ、ここを緑が合わせるが、と、追いつかない。甘くなかった。2点目欲しかったですけどね。さあ、フリーマン。さらに、やっちゃったー。これは深刻です。さあ、ペナルティーキック。リートリヒ。入れられてしまった。同点です。いや、いい流れ来てたんですけどね。ちょっと雑になってきてるかな。組み立てが。そうそう、こういうパス回しですよね。おっと、縦に。流れた。中へ割っていく。長い。ちょっと気をつけないと。危ない。とにかく勝つってことが大事ですよね、ここは。さあ、ほぼ前半ももうアディショナルタイム終了間近です。前半終了1対1。
同点のまま、後半戦たどり着きます。まだ交代しなくていいかな。おっと、なんだろう。さあ、再開です。おっとおっと、これはすごい。窓か、上げて、あーっと届かない。くるみがで7個、ちょっと空いたとこを緑と、オフサイドか。ちょっと甘いにも前出すぎましたよね。さあゴールキック、ニオから窓か、長い。日本柳、これはノーホイッスルだ。ちょっとそうそう、選手の交代をしないといけないね。マドカの仮、サツキか。藤原も買い時ですよね。誰にしよう。浦川に行きましょう。広田も美穂と交代ですよね。これで交代枠を一気に使い切って勝負に行きます。おっと、7個。おっと、ちょっとそれ斜めすぎたか。ちょっと動きが落ちてきてるぞ。気をつけないと。相手のパス回しがうまくいってる。さあ、菊池から7個。一度バックパスへ行って、綾香。ちょっと動きが悪い。さあ、ここで一気に選手が交代していきます。これで流れが変わるかどうか。もちろん佐世保ドックスも、いきますね。日本柳を変えてきました。と、緑だ。緑が待っていた。勝ち越し。ここの、15分見事でした。くるみが走り込むところを、もう緑が前へ行ってた。さあ、残り十数分。必死にバックパスに出ますが、ディートリヒー捉えた。3位フリートマン、上野幸子がうまく止めました。幸子ももう走力が落ちてますよね。さあ、残りわずかの時間。ファールではない。さあ、ここは気をつけないといけないぞ。と、くるみがうまい。まだくるみ早い。さあ、ここを7個ガーッと左に逸れたが、もうあまり時間がない。アディショナルタイムは1分。リードを守りきれるか？くるみが取った。勝ちました！これは大きな勝利。さあ、守りきりましたよね。ここはもう鮮やか。7個からふわっと上げて緑がヘディングで先制。そしてここはやっぱり入り組んだ中を、そしてですね、ファールしてしまってペナルティーエリアの中でディートリヒに決められて同点へ。そして前半終了間際と、長いがうまかったんですが白井が危なかった。そして後半へ。こちらもちょっとこの7個は斜めすぎた。さあ、そういうちょっと気をつけないといけない時間でした。そしてこれが決勝点になりました。くるみが上げて7個が。そして、そこを緑が走り込んでた。緑どこいたんだろう。
オフサイドじゃないんですよね。さあ、くるみで、ナーコに渡すんだけど、これが左に外れてしまう。しかしもうほとんど時間がないで、試合終了。勝利しました。イエローカードはもらったものを、まあ緑が2得点を挙げて、勝つことができました。佐世保ドックスには負けなし、3勝1分けで、このシーズンを終えることができました。幸子が怪我か。そして首位立ちました。得失点差1、勝ち点は1。そしてですね、クラウンカリバーズの方が、貯金が10、佐世保ドックスが9と上回っております。これでですね、よく見ると2位以上は確定。つまり、首位でこのまま、N1 昇格するか、入れ替え戦に出るか、ということになりますよね。富山ミラージオは、ちょっと厳しい。富山ミラージオは得失点差が悪いんで、たとえ、次の佐世保ドックス戦に勝とうとも、佐世保ドックス、そうだよな、富山ミラージオが佐世保ドックス戦に勝っても、得失点差を埋めないと、は、クランカリバーズ、佐世保ドックスを両チームを上回ることはできないんで、これは厳しいですね。なので、まあ事実上2位までは決まり、首位のままで入れるか、2位になって入れ替え戦に参加するか。首位ならば N1 昇格です。そうですね、自動的に昇格できる、優勝を目指すっていうのが目標ですね。15勝5敗ですか。7割5分勝率は。はい。おっと、なんと最終戦は8位なんですよね。で、これ勝てば昇格する必要はないんで、昇格っていうか、昇格、入れ替え戦に出る必要はないんで、多少無理をさせられるような、ベストメンバーで挑んでもいい感じではありますよね。まあ仮にここでダイハード富士見にまあ負ける、もしくは引き分けで佐世保ドックスが勝って逆転されたとしても、一周隙間が間がありますので、その間に選手を回復させることができます。なので、ここはですね、ベストメンバーで挑んで、勝ちに行きたいと思います。はい。見事ご視聴、見事、佐世保ドックスに打ち勝つことができました。さあ、いよいよ、今季最終戦。ダイハード富士見戦。これはもう、引き分けでもチャンスあるかもしれないんですが、もう勝つのがもう確実に上がる方法なので、勝って首位で N1 に昇格したいと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。カルチョビットアーの動画をお送りいたしました。
気になった方といいますか、チャンネル登録、高評価、コメントなど、歓迎しております。この動画最後20秒で関連動画、動画プレイリストのが画面に出てまいりますので、お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。ゲーム動画でいこうでした。ありがとうございました。